よちゃんよ茶の、愉快な、不動産屋さーん。 火曜日の夕方六時を回りました。はい、なおちゃんようちゃんの愉快な不動産屋さんです。はい、どうも。はい、こんばんは。こんばんは。はい、もう年の暮れですよ。そうですね。ということで、今日でなんと、なおちゃんようちゃんの愉快な不動産屋さんは、最後の。そうですね。放送日です。今年最後の放送ということで、はい。見たいですね。なります。なんか来週はもう仕事納め。になるみたいですね。二十九日は。うん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  <laughs> で今日はですね、ゲストお呼びしたかったんですけど、特に、まとめということで、そうですね、はい、今日はもう、一年を振り返ってみようかなという回にしたいと思い,、はい、思います。で、ちょっと容器にあの陽ちゃんの奥さんから、この小ログもいただいてですね、<laughs> そうなんですね、はい、クリスマス、はい、はい、クリスマスですね、はい、そろそろ、そろそろクリスマスということで、ちょっとサンタさんの帽子をかぶったり、そうですね、やはりもうタイトル通り愉快な、<laughs> <laughs> もっと愉快に言いましょう。は <laughs> はい、はい 帽子を被ってますよ。帽子被ってますよ。見て,て見てくだ見てくださいね。ツイキャスの方。<laughs> はい。ではこの番組は、はい、どちらも沖縄市で不動産業を営んでいる。はい、なおちゃんこと大波不動産伊波ナオヤと。ようちゃんこと沖縄千早島不動産浜崎よういちの。この二人でですね。えー、はい。日々の何気ないことから不動産に関するまみ知識などね。はい。情報お悩み相談。はい。時に有くね。 時には、ズバッとね、お届けいたします。<laughs> そうね、<laughs> 今日は何か違うぞ。<laughs> いや、明日休みということでね、あ<ー>でちょっとあのー、はい、年末ですね、うん、非常に嬉しい悲鳴でですね、<う>賃貸、空き物件、埋まりまして、すべて。おお、おめでとうございます。3件埋まりました。で、バイバイも、昨日ですね、売買契約ありまして。うん 契約ということで、決済はこれからなんですけど、年内の決済を目指すというふうに飼い主さんおっしゃってたんですが、まあ無理じゃないかなと。私だけでも、最後まで頑張っていきたいなと思いつつですね、ゃおかさんから実は、こういったの、金シャチビールですね、いただいてるんですよ。あれ僕の手元にはないですよ。一応、2本持ってきたんですけど、今日よう、ちゃんはね、なんか車を運転するということで、3品茶でございます。 ちゃんこさん、三品茶で乾杯しましょうね、僕は。まずちょっと先に乾杯していいですかね。今ですか今です。じゃあ、よちゃん、お疲れ様です。お疲れ様まです。はい。最後の最後に、ご契約おめでとうございます。こぼさないでね。はい。薪を抜かずに決済までやっていきたいなと。はい。乾杯です。うん。はい。で、何でしたっけ待ってくださいよ。どこまでいったっけおいしい。おいしいおいしい。さすが、金社ャ間違いないです。間違いないね。間違いないやつです、これは。うん。OK ですかこっちかな うまい。はい。もう契約終わったら飲もうって決めてたんですよ。うで六本セットもらってて、昨日ちょっとまた別件であの夜用事があったもんですから飲めなくて、それであの今日放送に合わせて飲んじゃおうと、いうことで急遽今さっき思いついたあれです。あいいですね。こちらに来る前に、僕らのところもの僕らのところにも届いてたんですよ。あちゃんおさんから。なるほど。元々やりたいこと。じゃ僕は帰ってあげ、祝杯あげたいと思います。そうですね。何の祝杯か、俺は。 本当おめでとうございます。最後の最後にね。そうですね嬉しい悲鳴で本当に。でまた今日ですねあの実はまあ小さい土地なんですけど、まあ年明け契約したいということで、はい予約が入りまして。あそうなんですか。はい。オさんもオリさんもちょっと親戚になたる方なんですけど。あら。大波不動産。ちょっと小さいんでまあなかなかあれなんですけどもね。なかなかいいじゃないですか。そうですね。はい。もうどんどんちょっと来年はまたさらに頑張っていきたいなと。ああいいですね。飛躍の年ですね。 まだオープニング全部いってないんですけど番組中いいんですか何メッセージじゃあお願いしますあららがまさいがーさんからこんばんはということでありがとうございます初めてじゃないですかもしかしてズミさいが僕らの番組で初めてかな他の番組さんではお名前聞いたことあったりしますけどさんですねこんばんはでたらすけさんから はい、のほん、皆さん、こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。で、ちゃんおかさんから、なおちゃん、よのちゃん、こんばんは。今年最後の放送ですね。はい、一年間、ご苦労様でした。当然、今日の放送は飲みながらだよね。金シャチ乾杯ということで。は抜かりなく、持ってきおります、私。さすがですね。あれは、心伝心できてますね。さすが。ということで、また引き続き、最後までね。はい。お付き合いください。付き合いください。はい。番組中ですね。 メッセージを募集していますので、はいえー、どうぞお気軽にくださいメールアドレスは761アットマーク f m k o z a j p 7 6 1アットマーク FMKOZA.jp、はい、ファックスは098-934-8653934-8653です、はい、また FMCOZA では USTREAM とツイキャスで映像と音声を配信しておりますので、はい、f m c o のホームページからご覧いただくことができますから、えー、ど,どうぞ えー、お楽しみにくださいそうですね、はいあのー、今日サンタさんの帽子かぶってるので、ぜひ見てそうです、ねまあ、見たところでっていうところもあ <laughs> まあまあ、それはまあ、いいこなしで、ね。これ、暑いね、ちょっとね。<laughs> ままあまあ大丈夫ですよ。たまにちょっと僕、プッゲが出るかもしれないですけど、えー、その辺控えてくださいね。 必ず出してるよね、この飲む日はね。太郎輔さん、今日は休館日で飲めないということで、太郎輔さん、なんかフェイスブックで最近ちょっと異常なほど飲み過ぎてるというふうに、なんかアップされてませんでしたかね、休館日は大切です。ちゃんとそういう日を設けてるんですね。ですね、いいことですよ。お酒は適度に楽しく飲みましょう。なおちゃんが言うとね、説得力あるのかな。 あるのかないのかちゃんおかさんからはプハーということでほ本当にもうこれ美味しいですよすごいんだろうんか本当にやっぱオリオンビールとは全然また違った味わいでねそうですよねしいですねそうなんですよあまた瓶っていうのがいいんだろうねああそうかもね瓶ビールこの間先週か居酒屋行った時にたまたまちょっと生ビールじゃなくて瓶ビールを飲んだんですよやっっぱ生とはまたた違この美味しさ 安定して美味しいんですよ。安定して、やっぱりね、そうそう、僕らのラジオにも出ていただいたんですけど、リカーバー、リカさんがおっしゃってたんですけどね、生ビールを出しているお店っていうのはね、ちゃんとそれを洗浄してるかどうかで、味が変わってくるということですので、僕もちょっと、それ、敏感なんですよ、僕。そうううなんですかかかとといい 嫁さんにもよく言われるんですけどね料理とかでもちょっとこれ匂いするねとか言っちゃうタイプなんですよであんたんか鼓膜なんか神経質だねでも本当に前に行った棒居酒屋ではもうちょっとグラスジョッキをつかんで飲む時からもう臭いんですよねああここではちょっとビール飲めないなとあなるほど島に切り替えてグルメな奈緒ちゃんには合わなかったんですよねグルメというかなんていうんですかね しっかりしてほしい。誰に向けても。飲食業をされている皆さんりそうですか。安定しておいしくないと、やっぱりね、なかなか。そうなんですよやっぱり生ビールは理カさんのところですよ。おいしい。僕が言っていいのかどうかは悪いんですけど、も飲食業の皆さんにね、この場を置かれて、すいませんでしたと。強気なのか弱気なのか。わかりました。 い今日はね、冒頭にもお伝えしたんですけど、ゲストがいないので、こういった感じの話を、そうですね、もう、だらだらと、グらグらとやっていこうかな、今日は。でも早いですよね、12月も22、あと9日間ぐらいじゃないですか、そうですよね、うん、早いよね、うん、なんだろう、どうしよう、俺、忙しくてね、やっぱり12月、年賀状、できてない、やばい、やばい、俺、作っちゃったもん、ああ、そうなんですか、さすがですね。 忙しい中でもテキパキ、テキパキでも分担して、そうか、よちゃんとかはね今ね、もう、まあまあ、人手が足りないですね、一人体制というか、という形なのでね、僕たちょっと分担してお願いしながら、僕はこの契約の方向とか、入居前チェックとか、動いて平田さんと一緒にね、ですから、まあまあまあ、助かってます、僕一人ではもう全然できないですから、こんなのは。 一日で終わらせる覚悟ですよ、<laughs> どうにかなるほど、うん、はい、結構あのね、リストとか、まめに更新してます、その年賀状のうん、この時期じゃないと、やっぱりそうですよね、うん、僕もだからあの、去年のリストがあって、うん、それで、で、一応ちょっと見て、あこの人あ、この人じゃない、こちらは今年はちょっと出せないからとか、うん、ね、入れていただくじゃないですか、ねか。そういったのを見ながら、リストをまた追加したりしてああっていう作業は、 半日かかりましたね、一応。うん。そうですよね。こんなの、結構大変ですよね。そうなんですよ。細かい作業になるんでね。うん。まあまあまあ、ちょっと飲みながらやりたいな、ぐらいの感覚。えいなおちゃん、俺も飲みたいな。いっちゃう?。なんか視界に入ってるとね。一本あるよ。うん、どうしようかな。車かな。飲んでる風味をしようかな、じゃあ。うん。車にちょっと僕も。 連絡しておけばよかった大丈夫です、5時半過ぎぐらいに、そういえばビールあったやと思って、そうだったんですね明日休みだしっていう感じでですね、わかりやすい、茶岡さん、後で請求書送りますってやめてくださいよ、そうだったんですちょっと快く飲めないですよ、そうすると、オリオンビールとじゃ交換ということですね、しましょうか、お吸い場周りとかやります今年はちょっとできなかったかん 僕今オーナーさん半分には配っててオーナーさん半分に配ってあと半分がまあ木曜日かなあの仕事の合間にちょっと回ろうかなとあとは、司法書士さんだったりとか税理士さんだったりとかっていう前の職場とかねそういったところを回って年度末の挨拶ですかはい来年もよろしくお願いしますとさ行こうかなと。 はい、思います。で、ちょっとね。年明けの話なんですけど、1月5日って火曜日あのー、最初の放送だよね。あそうですね。うん、多分さはい、その日はほら毎年やらの年末の年始の挨拶もあり、まさかが4日じゃなくて5日にやろうと思ってるんですよ。あ、そうなんですか。うん、あの例のあれですか？そうですバスツアーですか。バスツアー <laughs> だから5日になったら多分これ5日放送できないのかなと思ってですね。今日さっき思い出したんですよ。 ああ、そうなんですか。うん、まあ、バスツアーで最終目的地がここっていうのは。あ、秋しも。あらず。でも、なんかわかります毎週、なんかさ去年は最後ね、あちらでした俺、まだ参加してないあ<ー>ちょっと怖くて。なるほど。<laughs> <laughs> 後輩ツアーがあるんですよ、これ。年始ね。確かに。はい。この業者周り、はい、なん、なんて言うんですか、これ。まあ,あ 業者お通りっていうんですかね業者お通りみたいなもんですよねお店のあいの挨もありということで日本酒一生を持ってですねそうですよねバーッとお世話いつもお世話になってる業者さんもあるんですけれども噂には聞いてますよ最後はもう大変なことになってると大変なことになってますねべろべろですよ僕去年初めて参加したんですよまあ楽しかったですけど途中からですねやっぱりあのね 事務所開けてすぐにぶんって行くのはできないんで、うんう。４時ぐらいから参加して、ああ。っていう感じでまゆっくりゆっくり。そうだよね。本当は仕事の日なんですけね。そうなんです。そうなんです。ああ。まあね。あ、ちゃんおかさんからよちゃん。はい。大根。あ、大根。で荒々山サイガーさんから。はい。よちゃんさん近くに成田大根があるよ。ああ、なるほど。じゃあ行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい。じゃあ行きましょう。 マジですかまた怒られる大丈夫かなまあ聞いてるからいいかちゃんとね報告してるから今日飲んで帰りますはいすみませんよろしくお願いしますはいこれどんな人あああき諦ね。ああ。じゃあすみませんおいい音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 。じゃあ今年も一年ありがとうございましたはい乾杯乾杯。うんおいしい うまいあおいしいねこれおいしいですねやっぱりちょっと苦みもあるしはい沖縄の夏にはやっぱり金シャチちゃんこさんから乾杯ということで乾杯ですありがとうございますちゃんと宣伝しておきましょうね金シャチ金シャチですよ改めて今年振り返って陽ちゃんどんなでしたお仕事にプライベートにという形なんですけれどもその前に先日のマスプロジェクトああすいませんでしたそれね面白かったですよ 忘れてましたよありがとうございましたくさんの参加者もいて参加いただいてどうでした僕ももう結局はね実行委員にもかかわらず一参加者みたいな立ち位置になっちゃったんですがいやもうそれしょうがないですあファミリーで行かせていただきましたがほどです子供たちもちょっとエイサーとか和太鼓とか見たりして結構楽しんでました僕ちょっとその日また忘年会があったので途中一部が終わって。 帰ったんですけど本当はね2部の方にあるファンキーさん見たかったなと子供たちはこれが僕は2部から見たようなものなんですけどファンキーさんさすが盛り上げ上手ですねまあ面白かった子供はも当盛り上がってたんですけど大人も楽しんでましたね風船が欲しいとうちの息子なんかは言ってたんですけどまあまあまあまた別の機会でそうですねぜひぜひ。大好きな犬 カリウシエア見習いさんから、はい、ありがとうございます夏至、えー、に,に夏あ違うか冬至か <laughs> 冬至に夏って <laughs> かっこ笑いまあ今日はは夏並みに暑いけどということでそうですね暑いですよね今日本当に、うん、昼もねうちょっと、はい、まあ変な方言ですけど本当にたか暑かったですよあ<ー>もうちょっとね夏うん ですね。今日の気温は、うん、えっと二十六度っていうね、最数字でしたよね。おかしいですよ。十二月二十二日ですよ。今日。はい。そうですね。明後日にはクリスマスイブとかそんなそんな時期に二十六度っていうのはちょっとおかしいですよ。そうですよね。そう、今冬ですよね。すっかり忘れてました。沖縄の夏にはって言った。もしかして。海には夏には。マイヤー。マイヤー。金シャチ。名古屋さん金シャチ。金シャチどうぞよろしく。 <laughs> こんな感じで大丈夫ですか？<laughs> 大丈夫です。一年の総まとめなんでゆっくりだらだらやりましょうよ。あのなんでしょう。あそうだ。ちょっと僕も昨日気づいたのかな。うん、あのマスプロジェクト、はい、楽しくもう参加させてもらって。ありがとうございます。で、うん、まあ一応チャリティーイベントということだったんですけども、うんはい、どういったチャリティーがあるのかなっていうのがまだ聞いてなくて、ね。あ申し訳ないです。うん、えっとですねいいあのこの まあ入場料、まあお一人1000円でいただいてたんですけれども、はいはい、そういったのをあの社会福祉協議会に寄付させていただいたり、うん、あ,あと、市役所の方でもまた、うん、な何式というのかな、贈呈式というのかあ、寄付金を渡す予定みたいですよ。これはあ、まあ、社,会福祉社会福祉協議会に寄付ですね、<う>基本的には。 社会福祉協議会の活動としては、まあ、いろいろ多岐にわたるということで。そうです。そうですけれども。はい。なるほど。うん。本当ね。小さいお子さんから、結構、おじいちゃん、おばあちゃんまで。来ていただいて。といっぱいしてましたね。そうですね。あの、結構、また、出し物も多彩で、面白かったですよ。あ、そうですか。あ、よかったです。あのね。一番、やっぱ、あれだな。うん。あの。 流部の人たちが出てたさ、あ、一部見てみたなったかな。流部の人たち踊ってたんだけどさ、あのなんかめったにねあのこういったイベントでっていうイメージがなかったもんですから良かったです。あ、そうなんですね。久しぶりになんかあのいましたね流部あの4人で黄色いはい琉球衣装着て綺麗でしたね。はい。ちょっと名前は忘れちゃいましけどどっかの流部連場道場の方々だよね。 つほどかそうですね、いや面白かったですよ。各個々の出演された方たちでも、たくさんの人を集められるような人たちがたくさん集まったわけですから、100名、100名といまあキャッパー的には200ぐらいいきました、もっといくんじゃないですか、300ぐらい、どんなですかね、僕、最後までいなかったので、ちょっと出て、僕、入ったりもあったと思うんで 生まれたばかりの赤ちゃんと行ったので、す、長居できなかったんです。あの初めて見させてもらいまねそう、あの男の子と女の子。本当は。あ、ありがとうございます。時間に余裕があれば、余裕があればというか、僕一人だったら、本当打ち上げまで参加したかったんですけど。ねあの格好でファンキーさん来てたみたいですよ。打ち上げまで。ファンキーさん、基本あの格好ですね。すでに。だから、あの、ど、どこで見かけてもあの格好ですよ。あ、そうなん。僕、あの、あの、メイクを取ったところ見たことないです。 これはめてるはめてるんですよ別になんかバカにしてるとかじゃないしすいませんああ奈ちゃんこんな時に電話ですよあお母ちゃんだ読めるですかこれいえ読めじゃなくてお母ちゃんの方ですねあ電話取るんですかもしもしああどうしましょうじゃあ今ラジオ中ですみたいになってるよ大丈夫ですかそうなんですかじゃあちょうどはい はい、すいませんお母ちゃんでした。怒られたんですか？どうですか？ちょっとあの電話しててですね、あの先日あの親戚の方の売買の件で、それでちょっと電話したんですけど、あの取らなかったもんですから今かけ直します。本当に個人的な話で個人個人的な話です。荒川雅義がさんからですね。はい。明日は雨らしいからね、また少し寒くなるのかなということで。雨なんですね。どうも天気は下り坂になっていくみたいですね。いや。 なだか休みなんですけどねそうですねあれどうなんだろうね初日の出とかそのあたりの天気はどうなんでしょう今年はなんか例年ちょっとなんだろう曇り気味っていうイメージがあるんですけどねそうですか今年はどうだったかな見たっけ僕は寝てましたねあの年のなんとかのさだまさし 何それああはい大田和正さんのはいはいあれを見てましたね毎年ちょっと見てるんですけどねあれはクリスマスの日だっけでいやいやの大田和正じゃん年末のあの元日の夜中っていうんですかね年明けの夜中に年の初めのさたまさしだったっけあれだったんよ どっちでもいいや、わかりました、そうだったんですね。茶丘さんから、本番中に電話に出る奈緒ちゃん、最高ということで、ありがとうございます。ちょっと今日は、だらだらさせてもらっていいんですかね、こんな感じで。荒川さいがわさんからもですね、ラジオ中に電話、笑いということで、やらせてもらってます。ちょいちょい、このマナーモードにし忘れてね、困るることがあんです僕始まるちょっと前にもね、僕も仕事の電話がかかってきました。 びっくりしたんですけど、いや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 、今から本番ですって言うわけにもいかず、対応したいですからね、そうですね、分からないはずですからね、うん、えー、茶岡さん、あららがまさひがわさんにですね、い。今日はうちゃん、代行確定だから、FM 小座のギャラリーに行って、一緒に飲んじゃえということでですね、もしいらっしゃるんでしたら、ビール買ってきてください、もう一本しかないので。 いいですねこれできたらびっくりしますけど僕ギャラリーって言ったらこっちこっちこっちだからああここのことですねはいはいいや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 いいですね久しぶりにゆっくり飲みたいな最近はねもうずっとねやっぱりもうあの育児にとはい仕事に育児にとおかげさまでまあ忙しい大変ですけど楽しんでやってますはいやっぱりもう今年のもう一大 イベントイベントというかね、ようちゃんも人生の最大のイベントかもしれないし。そうですね。まさかいい年になりましたね。まさか四人になるとは思わないです。飛び級みたいな感じですね。そうですね。はい。いやでも無礼な話限りで。はい。そうか今年はいろいろあったななんかでもそうですよね。一年を迎えてラジオもそうですね。だんだんちょっと僕がなあなあなったのか何回か休んじゃったりしてね。 まあでも2回ぐらいじゃない2回かな2回まああっそうか2回だね昨年にも一度一度一回か休んでる一度はなおちゃんも経験してみたほうがいいんじゃないそうなんですよねあの、ようちゃんもし何か用事がある時は気ねなく行ってくださいそうですねわかりましたちょっとその日は愉快な不動産改め改めというかちょっと別番組になっちゃうかもしれないですけど何ですか エロラボですかエロラボでもないですエロラボさせると多分放送できなくなっちゃうんですよあの僕そうですかうんなかなかちょっとあのドギつい言葉で言うんで言えるかな奈緒ちゃんドギつい言葉いやいやいやもうすごいですよいやもうもうそう行きたいけどまだ仕事が終わったばかりで那覇です笑いということであららら大丈夫1時間ですはい1時間だからまああと30分以上あるんで間に合いますね はい、ビールお願いします。間に合わない。ちょっとビール注文しようかな。そうですね。ちょっとね、あのう、小ざりかという、あのお酒。このおろす。小ざりかで、ちょっと。働いてるもんですから。まあ、でも、すれば多分ビンビールぐらい持ってくるのかな。ああ、そうなんですね。あ、じゃあ、ぜひ。電話します。いいのかな。じゃあ、一曲流してから。その間に、じゃあ。その間に、ちょっと僕も電話してみます。本当に。 じゃあ一曲ですね、もうね、特に考えてなかったので、クリスマスということで、僕、クリスマスのちょっとね、なんかちょっとそういったのを、まあ、ソング、持ってきたので、あそうなんですか、ありがとうございます。さすがうちゃん、抜かりがない、うん、でもね、多分まあいいや、みんなわからない歌だけどね、あの、僕の大好きなシャーベッツから、サンタクロースがやってきてっていう歌をね、先週もかけてた。 僕はシャーベットを広めたいの一員ですから <laughs> なるほど世に広めたいといういきます。はいどうぞ いやいやいや、はい、どうも、ゆるい、ゆるくね、やっぱりね、こんな不動産屋さんのお時間ですよ、はい、そうですよ、間違ってないので、そのまま聞いてください。ということで、今日はですね1年間の総まとめということで、どう振り返りますか、うん、ゆるーく振り返っていきましょう。 うちゃん、こういう意味では仕事というよりも業者会活動今年結構ね初めてね、委員長ということでね僕は劇的に変わりましたね、僕もちょっとね、仕事的にもプライベート的にもなおちゃんは去年から結構いろいろ活動してるからなんかね、大変でしたよ、去年はね委員長別でいて、有限会社大輝のキャン大輔君、大ちゃんがね。 委員長で僕はその補佐として大ちゃんの力になれればという形で動いてたんです、うん、それが動きすぎたんでしょうね、僕、はい、今年になって委員長に任命されてですね <laughs> 失敗したなみたいな言い方して <laughs> いやいやいや、失敗とは思ってないですよ、<laughs> 大丈夫ですそれでいろいろ経験させてもらったんですけどもねそれが一番多分今年、ね、起き方かなという感じはしますね。うん、仕事はもうう例年通りっていう うん、なんか感じなんですけどそうですね、うん、<や>そう今年からね僕と奈緒ちゃんが院長を任命されて確か年明けて一番最初の仕事は新年会の司会ですよああそうですね司会でそれも、はい、あそうかラジオ関係オやってるということでねあ<ー>あのまあまあまあ面白おかしく あれがもう1年前か早いね早いつい最近だったような気がするけどね羊の株にり物してね羊年だったからね来年はねちょっと流通委員でもあるこんばんはどうもあこんばんはですありがとうございますあららがまさいがわさんからお二人の番組はいつもこんな感じですかということなんですけれどもはい 否定せずビールは飲んでないですよいつも日はまは久しぶりにということでですねそうですね今日はちょっとゲストがいないので男二人寂しいクリスマス的な帽子かぶってそういった雰囲気を出しながら外から見たらちょっとかわいそうな二人じゃないサンタの帽子かぶってね何してんだろこいつらはとそうですよね いやいやいや、なんか女性アシスタントでもいたらいいみそうですよね、サンタドレスみたいに着てね、何してんの、奈おちゃん、いやいや、違うお店か、これは、分からん、まあまあまあ、そんなこと言ってたら、お母さんに怒られますよ、お母さん嫁の方です、嫁のの方。怒られますよ、僕はそうですねいやいやいや、しかし、あの、ね、委員会活動で、なんか、一番、なんか残ってるのって。 あるうん、僕は総務委員長だったんですけどね、あのうん、やっぱり異業種交流会が大きな一年のね、僕らの委員にとっては大きな仕事なんですけど、うっぱそれかな、なたくさん人が来てくれて、今回、あの余興もね、来ていただいて、盛り上がりがすごかったので、はあうん、また来年もそう,そういう感じになるといいなと思ってるんですけどね。 僕は視察研修会がですね、うん、結構あの、ま、そのじゅ準備段階で元部長役場に行ったりとか何回行ったかな、ま、3回は行ってますね、多分、うん、あの3回元部長役場でその担当者と打ち合わせしたりとか、うん、でその場所の方確認とか。うん あと、どのぐらい、車でどのぐらいの時間でいけるかとか確認しながらやってたんで、その準備がね、結構まあすご、すごい楽しかったっちゃ楽しかったですけど、うん、だからね、なおちゃんはすごいのは研修会ってね、うん、その都度その都度違うことやるから、ゼロから全部企画するっていうのがすごいよ、そうなんですよ、あ、ね、まあ、ま、これはアイディアっていうのは、委員会、みんなで、うん、委員会の,あの会議の時にみんなでね、私やってやるんで、ああまあ僕一人で考えたわけじゃないんで、全然僕はもうあれなんですけど、うん、でなんとですね、 うん、2>, あの2月には、はい、これ結構業者会活動としては、うん、あのすごいことしてるよなと思,ったの思うんですけど隠岐、うん、銀経済研究所からですね、はい、あの講師を招いて、はい、まあ県内賃貸住宅の 同行なんかを聞くという。ああ、来ました来ました。ありがとうございます。おいで、おいで、といで、お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 いおいで、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 おい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 お

ええ、きゅうなともつぐ君、ご指名で、あの、はい、ちょっとお酒ね、取ってもらえればね。はい。はい。ということで。ご指名だよ。僕たちが、ちょっと、あの、よく、あ、番組時間か。だいたいこのね、あの、サイドウェイズさんとか。この辺りの配達で、回ってるんで。回ってるんで。ね。はあ。の、はい。もとても。お利口さんで、元気な。若い。パワー溢れる。

飛び入り参加ですよ。初の飛び入り参加、ありがとう。ありがとうございます。あの25日はクリスマスパーティー。仕事入ってるか。やめた今度。はい、お疲れ様。お疲れ様。はいはいということで金シャチの次はやはり俺らがオリオンですね。オリオンビール。はいはい。どうぞゆうちゃん。うん。あれさっきあ抜きまさかの電話ですね。ついに。 よウちゃんも電話に出るという。ちょっといいかな。あ、大丈夫です。大丈夫です。えっと、エンスさん、あの先の T、お願いします。すみません。はい。はい、ということで、えあららがまさいガーさんから、きゅうなさん那覇までお願いしますということなんですけれども、基本的にあくまで先中部の方の配達になると思うんですよ。すみません、那覇まではちょっとなかなか厳しいかなというところですね。はい。いやいやいや。 まあ本当にとど届くとは思わなかったんですけれどもちょっと嬉しいですね。はいということで、はい、と今、よう、はい、ちゃんもあのちなみに生なのに電話で電話に出てます。<laughs> ということであららガムサイガーさん先ほどもメッセージであえてますね放送後は夜のサンタガールに会いにですか笑い<笑>俺も夜のサンタガールに会いたいな笑いということでどこに行けば会えるんですかうーん これはですね、あの三 A. あたりで、なんかそのサンタガールのコスチュームを買って、嫁に着させるというところで、手を打ちましょう。<laughs> 手,をょう手を打ちましょう。いや、そうしないと、やっぱり嫁さんに怒られるじゃないですか。そうですね。はい、なもんですから。あ、すみません。なんかもう、本当すみません。え、そう、どうも。え、そさん、本当すみません。せんあのアシスタントを、店員さんのように使うという。<laughs> <laughs> すみませんね。 本当すみません <laughs> ああ申し訳ないあの何、ー、だろう前にターチ会の皆さん出ててもらったさうんあの時以来の多分今日そう、ね、衝撃だよね <laughs> ちょっとこんなんでいいのか <laughs> このなおちゃんようちゃんの愉快な不動産屋さんこんな感じで2016年もやっていけるのかや,やっていけるのかはいうん来年なんかまた別のちょっと違ったことしますなんか放送でねえいつもそういう話するんだけど、うん いつも毎回忘れちゃうんだよねそうそうそう,そうやっぱ仕事に追われちゃうとね言 <laughs> い訳いですよでもねなんか思ったんだけど今のままでいいんだよグリーンだよっていうこと <laughs> はっきり言いましょう <laughs> いいんだよっつったら俺グリーンだよっていう <laughs> <laughs> はい。そう,ね、そういうことでいつもこんな感じの番組ですかってさっき来てたんですけどす、はい、いつもはあのゲストをほはね基本的にお呼びしまして、うんうんうん、ゲストと まあ異業種交流みたいな感じでね、まあ、同業者の方も来ることあるんですけどねそういう話をするんですけど、はい、いない時はねちょっとまあどうしてうか、ね、でも不動産に関する話って皆さんご興味ありますかねでも意外と聞けないことじゃないなそうですねそれがあるから多分まあまあ聞いてくれてるんじゃないかなみんなって思ってるんですけどそうですね言われてみるとあのオープニングでしょっちゅうあの 不動産に関するお悩みはご相談はとか言ってるんですかああそういったのは来ないですね <laughs> 確かに時々ちょこちょこっと来ることはあるんですけどうん、うん、豆知識のコーナー終わった後にねはい、はい、普段ねあったら僕らもどうにか広げていきたいなと思うんですけどね、うん、なかなかないですか賃貸やってるとでもあのー、この普段の仕事の時にお客さんからちょっとなんか問い合わせとか、ねうん、まあまああとちょっとトラブルの、まあ、クレームではないですけど、うん、ちょっとトラブルがあっての電話とかあると そういっったのちょと紹介するようにはしてるんですけどねまあまあまあじゃあちょっと試してみましょう今から募集しますので今曲流しますからあと CM もね流しますのでその間にね何かもしかしたら来るかもしれないそうですねお悩みっていうのを期待してちょっと2曲目いきましょうそうですねどうする人生相談とかが来たらそれもちろん答えますよご質問もズバッと答えますからなるべくなら不動産に関するというところでお願いします はい、そうですね。じゃあ、曲の方。じゃあ、曲はですね。ええー、浜田雅功さんで、チキンライス。ああ、いいですね。 いや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 、えー、と先ほどですねあの局の前にもしよければこの不動産に関する、ね、お悩みとかね、はい、ちょっとご相談とかを受け付けますということで、ね、1件あらら、はいが川さんからメールいただいてますので、はい、ちょっと内容をご紹介してあのまたお返事というか、はい、回答していきたいなと思うんですけれどもあららいが川、えー、さんからですね、うん、こんばんは。 アララガマサイですこんばんは自分は今、アパートを借りているんですが、敷金、礼金がいまだによく分かりません、よかったら教えてください、<ー>えー、こんな質問ですいませんということなんですけども、えー、ありがとうございます、いいご質問で、やはりアパート借りるとなると、ね、絶対ついてくるのがね、敷、はい、金、礼金というものになってくるのでね、ということなんですけれども、礼、まあね、金に関しては、まあ、これはちょっと。 とまあ、聞いた話ですみませんね、はいあの、江戸時代のこの長屋を借りるときにね、うん、大家さんに対してありがとうございます、貸してくれてありがとうございます、うん、ということでおは、お支払いするというところがあったと、そういう、はい、だからあったんですね。うん、だから、慣例的にもう、ちょっともう、礼金を払わないといけないという慣例的なものになってると思うんですけれども、うん、その意味合いとしては、大家さんに対してね、ちょっとお礼の意味を込めて、その支払うお金。うん それが今、大体もう家賃いく月分とかね、はい、っていう感じなんですけれども、まあ、言っても家主さんもねゼロ、うんあのー、円で建物を作ったわけじゃないしそうですね、うんあま、あなるほど建物を準備してくれたのでっていうところもあると思いますあ,<ー>あと、ですねちょっと今、すみません、ちょっとさっと調べたところなんですけれども、はい、これはまあ一説なんですけれどもいわゆる戦後の焼け野原。 の時代ですね。住むところがない人たちが大家さん貸してくれてありがとうございますっていう、お礼の意味で住んだ。お金をですね。はい。住んだことから、あの、っいう説も。ありますね。はい。そうなんですね。なので、まあ、礼金というのは、もう、その、読んで字のごとく。まあ、ちょっと貸してくれてありがとうございます。うん、まあ、でも、最近では礼金はゼロプランというかね。そうですね。ありますね。取らないところも多くなってきましたね。はい、はい、はい。 敷、はい、金というのは、ですね、まあ、これはあのー、僕も敷金という文字、うん、字の意味って、なかなか僕もよくわからないなと思うんですけどね難しいですよね、敷、うん、金資金って何ぞやという,うね。だから別の言い方すると保証金ということで、うん、まあ保証金というのは、まあ、要は部屋を借りて、退、ま、去、あ、するまでの間に自分がつけ,るであつけてしまうであろう傷,傷や汚れ、うん、そういったものを。 そういったものの修繕費修繕をですね担保するために、預け入れるというものだと思っていただければいいのかなとそうですね、はい、退去するときに、その資金からね、はい、もし修繕するところがあれば、そこから、そうです、あの<あ>借り主さんの負担の修繕部分の費用を差し引かせていただくと、はい、そうですね、要はあのー、リスクマネジメントですよ。<laughs> <laughs> なんで難しくするのなんていうか、あのね、危機管理というべきですけど、そうですね、退去してからですね、連絡取らなくなる方も、そうですね、逃げる方もいるじゃないですか、そういったのは事前に押さえておきましょうってところですね、そうですね、これは任せる方の言い分ではあるんですけれども、まあまあまあ、そうですね、そういった形で、でも最近、ヨウちゃんが言ったように、敷金0金ゼロゼロプランっていうのがあったりするんですけど、結局、敷金ゼロだとしても、出るときに、もし自分がね、 つけてしまったとしたらお金は払わないといけないんでそうですね清掃修繕費用ですねあくまで家主さんのものを借りて住んでいらっしゃるんですからちゃんとね大事に扱いましょうというところです自分の財産と同等の注意を払って使う義務があるんですよこれは全館注意義務と全量なる管理者としての注意義務ですねそういったのも本当あるんで まあできればそういった感じではい使荒川正川さんからメッセージですね、まあ、これ、僕の言葉じゃないんであのそのまま文字通り読むんですけれども、うん、以前、レオパレスに住んでたことがあり、敷、はい、金、礼金がいらなかったのに、退出するときめっちゃお金がかかりました、<ー>なので敷金、礼金はあった方がいいのかなということなんですけれども、これはもう本当に考え方次第ですよね、あとは管理業者さんがどういうふうに見るかっていうところですね。あるので そこはもう、こ。個人個人の考え方ということで。はい。ちゃんとよく。そうですね。意味を考えて。そうですね。もうやっていただければ。まあ、ちょっと酔っ払いながらなんですけど。こんな感じで大丈夫ですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。事件です。あと時間が残りわずかです。はい。財務の。そうですね。抱負でも語って。財務の抱負いきますか。じゃ、あよちゃんからどうぞ。僕から。 来年は、そうですね今年も目まぐるしい1年だったのででも、これはね、うん、いいことだったので、はい、あの大変だったからもう嫌だなじゃなくて、うん、とても自分にとってプラスになった1年でしたから、はい、これをそのまま引き継いでね、うん、あのまた来年もいけたらなと思うんです、うん、このままこの調子で、うん、でまたラジオもこういう感じで。はい いいと思います、荒川さ,さんからありがとうございますとは、ねはい、お礼いただいてますので、もしよければ、また何、はい、か分からないことがあれば、メールいただければ僕もですね今年は、まあ、いろいろとバタバタさせていただいたので、来年もバタバタできるように頑張りたいなと、あああのね、何もしないよりもバタバタしてる方がいいなと。 うああそうですね流れを止めないようにしましょうかということで放送もゆるくやっていきますぜひお付き合いください来年の方よろしくお願いしますということでね今年最後の放送をお届けしたのはなおちゃんと陽ちゃんでしたそれでは来年もちろんにしますじゃん今日はあいいじゃんいきましょうそれでは えー、来年も、チラさん、さん愉快な不動産、動産今日も聞いてくれて、てれてありがとうさーん,さーんどうも皆さんありがとうございます。